で、今日はステラプライスのね、車寄せのところをね、撮っていきます。まあ、こういった形で、ここは中の方がこう通れて、反対側に抜けれるようになっております。まあ、道路みたいなもんですよね、ここは。で、直進しちゃうと駐車場の方に入っていっちゃうんで、出口はね、こちらの方に行く形になります。で、今のところは右折ができないんで、まあ、左折するか直進するかっていう形になるんで、直進して一旦石狩街道出ます。で、こっちがあれですね、札幌駅の東口っていうんですかね、そちらになると思います。で、この一方通行をまっすぐ行きます。まあ、この南進の一方通行は片側5車線の一方通行でございます。ただ、両サイドに路駐車が結構いるんで、まあ、事実上は真ん中の3車線だけで走行してるっていう感じになります。
で、ここが北三条通りです。で、新しくできたね、苗穂駅の前とかを撮ってみたいと思います。右手には札幌ファクトリーが見えます。北三条通りも昔から比べると道幅が広くなって綺麗になりましたよね。まあ、歩道のバリアフリー化とかそういったのをこう進めて今の形になったと思うんですけども、まあ札幌中心部は本当にもう年々変わってきてて、で特にこの創成川の東側エリアっていうところが、まあ今結構マンション需要だとかね、そういったのがあるような場所になってくると思います。で、左手にあるのが、苗穂駅ですね、今の。このロータリーちょっと入ってみたいと思います。で、ここが新しくなった内房駅なんですけど、今両サイドにタワーマンションが建設されております。まあ、再開発真っ只中というね、形でございます。で、古い方の内部駅と直線距離だと多分400メーターか500メーターぐらいね、離れてるんで、ちょっとね、古いところの内部駅、もともとあったところも通ってみたいと思います。この左手のところが、もともと内房駅があったところでございます。まあ現在は空き地になってますね。今のところまだ跡地の利用っていうのが、まあ決まってない、まあそういった感じになるんでしょうか。